本。あなたには研修旅行先の南の島で恋の活動、略して恋活をしてもらうわ。ああ、これはおばではなく学園長としての命令だから、あしからず。今、あなたには学園でただ一人の男子生徒として、男性に慣れていない女の子たちと接してもらっているわね。でも、うまくいってないようだから、研修旅行を利用して、あなたたちの仲を深めることにしたの。ほら、南の島だから、みんなバカンス気分で浮ついちゃうものでしょ？そうすれば、普段より仲良くなれるって寸法よ。男になれるために、一番早い方法は恋愛をすることだから。友達からなんてまどろっこしいこと言ってないで、恋をしちゃいなさい。初対面じゃないんだし、遠慮することはないわ。女の子たちにも、あなたともっと仲良くするように触れ込んでおくから、安心して。ああ、そうそう。島の宿泊施設は全部貸し切りにできたから、好きなところを使っちゃって。それじゃあ、あとはよろしくね。はい、よろしくお願いします。早速ですが、何か困ってないですか？私にできることなら何でも言ってください。それならまず、この島について簡単に説明しますね。ここは年間を通して多くの方にお越しいただいている観光地になってます。一番人気は、なんといっても島を囲う綺麗な海。ただ眺めるのもよし、様々なレジャーで遊ぶのもよし、楽しみ方はお客様次第です。他にも自然豊かな公園や、カップルに人気のスポットがある灯台、たくさんのお魚が泳いでいる水族館などなど、いろんな名所があるんです。私、この島出身なので、褒めてもらえて嬉しいです。って、喜んでる場合じゃなかった。他に何か聞きたいことはないですか？全部？わあ、すごい。デージお金持ちやさ。宿泊施設となると、ホテル、民宿、合宿所の3箇所ありますよ。どこへお泊まりになりますか？
ますね。この島の風土を一番感じられるところなので、すっごくおすすめなんです。それじゃあ案内しますね。はい、到着しました。ここがあなたの宿泊場所になります。そうなんです、島自体がそんなに広くないので、他のスポットにも歩いていきますよ。それでは案内はここまでになります。私はだいたい案内所にいますので、何かあったら遠慮なく声をかけてくださいね。え、あ、方言聞こえてたんだ、恥ずかしい。意味か、とってもとかやばいとかそんな感じ。私でよければ。それじゃあいっぱい楽しんでください。私がいいですかね。水牛って結構可愛いですよね。
ですか。あ、でもおすすめですから、もしよかったら見てください。はい、鳴らすと必ず結ばれるってすごく素敵です。あ、でも複数の人が入り乱れて鳴らしたらどうなるんでしょうか。でも道ならぬ恋も叶うならすがりたい人は多そうですね。まあごめんなさい、もっと話したかったんですけど、そろそろ行きますね。おぉ、君いたの？もうびっくりするじゃない。気持ちはわかるわよ。でもかといって楽すぎてもつまんないのよね。男子との会話って新鮮ね。なんだか一人で生きていけそうなイメージ。恋愛対象としては難しいかも。お土産にすっごいのがあったんだけど、見た？気が向いたら探してみるといいわよ。そうね、何かこう濃度が高いっていうのかしら。今回はここまでにしましょう。またね。しに用か。そうじゃのう、お天道様の下ではすぐ水分が欲しくなるぞ。さて次は何の話をしようかの。わしのわがままを許してはくれなさそうじゃな。お主もサンゴの知識に触れてみぬか。うむ、お主ももっと海に触れていくのじゃぞ。混ざっているような、その二種でもないような、なんとも言えぬ感じがあるのう。と、わしはもう行くでな。またの。
私に何か用事？買ったよ。でもまだちゃんと読んでないんだよね。したいよ。もっとも相手がいればの話だけどね。何か面白い話はないかなと。でもどれも美味しそうだよね。私は人参しりしりが好きかな。お土産を選ぶのってすっごく楽しいよね。そっか、それもいいかもしれないね。それじゃあ私もう行くから。私に何か聞きたいことでもありました？何でも聞いてください。ありがとうございます。実は島の人しか知らない綺麗なビーチがもう一つあるんですよ。まあ今は道が崩れて立ち入りが禁止されてるんですけど、見に行きたくても危ないから入ったりしないでくださいね。でもしばらく人の手が入ってないから珍しい生き物を見れたりするかもしれんね。はい、気持ちがいいです。動物がいっぱいですよ。まだ見つけてない生き物もいると思うので、ぜひ探してみてください。調べたことないので勘ですけど、サンピンチャーとかですかね。暑いので水分補給のために買ってる人はよく見かけますよ。遠慮なく声をかけてください。
ごめんなさい。今、友達に呼ばれていて。失礼します。頑張って。ホワイトですよ。自分ちょっと恥かさだから水着あんまり見ないでよ。気持ちわかるさ。自分もよくうずうずしてるよ。そういうのはまだよくわからんさ。まだお話しする？自分はどっちでもいいよ。クマノミって実はいろんな種類がいるって知ってた？君の返しは独特だね。へえ、それは見てみたいね。二人で飲み比べとかしたら面白そうさ。もっと、もうこんな時間。それじゃあもう行こうね。男子との会話って新鮮ね。気持ちはわかるわよ。でもかといって楽すぎてもつまんないのよね。この島のパワースポットの起源って知ってる？入れてよかったでしょ。まあ時間はあるんだし、片っ端から回っていくだけよ。そろそろ行かなくちゃいけないの。またお話ししましょう。でも親しき仲にも礼儀ありだからね。塩招き知ってる？片方の爪がでっかいカニなんだけど。そうそう、あの爪に挟まれたらさすがに痛そうだよね。男子との会話って新鮮ね。そういうのを探し出すの
とてもロマンがあると思わない？最近ちょっとずつ君を理解できるようになってみたい。誰かと親しくなれるのって嬉しいわよね。これからももっともっと君と仲良くなりたいわ。ええ、よろしく。それじゃ、またいろいろなお話聞かせてね。君の声が聞きたかったの。なんて。いいわよ。行ってみましょう。なら二人乗り行ったとね。一緒に頑張りましょう。うん、私たちの力見せつけちゃおうか。私たちの手にかかればこんなものよね。次はもっと難所でもいいわよ。どうしたの？私とお話ししたくなっちゃった？まあそれはそれで健康的だしいいんじゃないかしら。そうね、ついついはしゃいじゃうわね。案外私たちが申請したら検討してくれたりするかも。まあそれはそれで健康的だしいいんじゃないかしら。今度また君とお話しできるのが楽しみよ。いろいろなこと聞かせてね。時々ね、君のことすごいなって思うよ。尊敬しちゃう。あら、面白そうね。行ってみましょう。うん、いい感じじゃない？というか、私の配色とほぼ同じ。次来た時はどんな模様にチャレンジしてみようかな。ちょうど君の声が聞きたかったの。なんて。そうね、マンタはダイビングでもとても人気があるわよ。のんびりした性格だし、近くで観察できると思うわ。
でもダイバーが守るべきルールがあるの。きちんと守って楽しい時間を過ごしたいわね。ちょっとどこかで食べようと思うんだけど、せっかくなら君も来ない？よし。ほんとお腹すいたわ。こういうところこそ本場の地元料理が食べられそうよね。うんうん。あ、これなんかどう？せっかく来たんだし、これで私たちの思い出も増えるって思えば安いものでしょ？ほらほら。思った以上に美味しかったわね。また食べに来たくなっちゃうわ。お姉さんに用かな？ツリーイング、とても楽しいわよ。これで君も少しは興味出てくれたかな？そんなに私のこと好きなんだ。大丈夫よ。君の本気ちゃんと伝わってるから。答えは、いいよ。これからもよろしくお願いね。こらはしゃがないの。これからもっと楽しいことをしていくんだしね。ねえ、これから二人で遊ばない？君も遊びたかったのね。さてと、着てみたはいいけど何して遊ぼっか。捕まえてごらんなさいって。さすがにちょっと恥ずかしいわね。そうそう。うん、でもイチャイチャしたくないわけじゃないわよ。そこは勘違いしちゃダメだからね。君と遊んでると時間がいくらあっても足りないわね。また二人で遊びましょう。